お前も VTuber にしてやろうか。レディース&ジェントルメン、皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三田まさくまるです。というわけで今回は、誰でも挫折しづらく、絵心なくてもオリジナルの体で VTuber になる方法をご紹介しようと思います。 VTuber になる方法ステップ1、とりあえず VTuber になろう。ステップ2、オリジナルの体を作ろう。というわけで早速やっていきましょう。用意するものはカメラとパソコン。カメラは安いやつで大丈夫です。概要欄のリンクからラペットの体験版をダウンロード。適当な場所に保存します。ダウンロードしたら回答してラペット .exe をクリック。何も考えずにプレイボタンをクリック。ログインせず体験版を始めるをクリック。あらかじめ入っている支部を選んで、つなげたカメラを選択します。このモデルでスタート。リップシンク設定を選んで、つながっているマイクを選んだらエスケープキーをカチッと。これで大きく体験版って表示されていますが、自分が動いているのが確認できると思います。これであなたも VTuber。 わー。ステップ2、オリジナルの体を作ろう。概要欄のリンクから Vloid Studio をダウンロード。 Vloid Studio Exe をダブルクリック。たくさんのサンプルモデルがありますので、この中から素体にするモデルを選びましょう。今回はビータさんにしようかな。ファイル、名前をつけて保存で、アバターの名前をつけときます。ヒーローちゃん。というわけで Vloid Studio を使ってオリジナルの体を作っていくわけですが、今回3つのことだけ覚えていただければ大丈夫です。1、パラメータ。これを変えることによって、目の位置や目の大きさ、顔の印象や体型、腕の長さなどを変更することができます。2、テクスチャ。 Vloid のモデルに色をつけていくことによって、肌の印象、瞳の色、服などを変更することができます。3、髪型。 Vloid Studio では直感的にブラシでなぞるだけで髪を描くことができます。このパラメータ、テクスチャ、髪型が Vloid の体を構成する3つの要素だと考えてもらって大丈夫です。 Vloid Studio ではテクスチャ、髪、パラメータの3つをいじることによって、オリジナルの体を簡単に作ることが可能なんですけれど、絵を描く習慣がない人にとって、どうしてもテクスチャ、髪の部分がハードルが高くなってしまう傾向にあります。そこで今回はその問題をブースを使って解決していきたいと思います。ブースでは Vloid に使えるテクスチャやヘアプリセットなど、いろいろなものがダウンロードすることができます。ということで、例えばこの中で瞳と検索すれば、いろんな瞳のテクスチャが出てきますね。無料のものから有料のものまでいろいろ現れます。この中で自分のイメージにある瞳を選びましょう。今回はこの瞳のテクスチャを使おうかな。同様に Vloid 服って検索したり、 Vloid 髪って検索したり、ショートパンツで検索してみたりするわけですね。こうやってブースから買ったり集めてきたファイルを回答すると、大概テクスチャとリードミーのテキストが入ってます。このテキストを見ると、その服やテキスチャのためのパラメータ、どうやってインポートしたらいいかとかが書いてあるので、それに従って Vloid Studio でインポートをしていきます。あ、もちろん規約確認も忘れずに。じゃあ早速集めてきた髪型、服、瞳のテクスチャを反映していきましょう。公式ホームページに書いてあるんですけれど、このフォルダーにアクセスをかけます。公式ホームページは概要欄に貼っときますね。で、そのフォルダーにダウンロードしてきた回答済みのプリセットを入れます。フォルダーに入れたプリセットをクリック。プリセットから読み込みを押すと、髪型が変わります。同様に瞳のテクスチャや衣装も編集していきましょう。顔の編集からテクスチャーを選んで、瞳、デフォルトの画像とレイヤーを非表示にして、プラスをクリックしてレイヤーを追加して、名前を変更、インポートをクリックして使いたい瞳を選びます。衣装なども同様に、ブースの説明もしくは中に入っているテキストファイルを元にテクスチャーをインポートしていきます。これはこれでかっこいいんですけど、意外と白のジャージと白のズボンの組み合わせが良かったので、白にしようかなと思います。こういう風に何個か組み合わせていって、お気に入りのデザインを選べば OK です。これでとりあえず素のデザインは完成したので、さらに顔の大きさや目の位置などを調整して自分好みに設定していきます。今回はこの模様を残したまんまにしようかな。
結構似合ってると思わない？というわけで今回はこれで完成にします。もちろん自分で描いてもいいし、ブースでいろんな服を着替えたり髪型試してみたりして、もっといろいろ自分の個性を出していくこともできます。とりあえず撮影でもしとこうか。はい、チーズ。目つぶっちゃった。なんと Vloid デフォルトでポリゴン数を減らしたりすることができるんですけれど、今回は一応自分で動かすだけなので何も考えずにエクスポート。黄色ちゃん、いたまさくまる。まあ、アップロードしないんで、このまま普通に OK でも大丈夫。なんか適当な場所に保存します。もう一度ルペットを開いて、この画面でファイルの置き場を開くをクリック。開いたフォルダに先ほど、Vloid Studio からエクスポートした VRM ファイルを置きます。機械ルペットを閉じて再起動すると、モデルが反映されています。このモデルを選んで、カメラをもう一度選択。このモデルでスタート。ップシンクの設定も確認して、これで自分が作ったモデルで VTuber になれていることが確認できると思います。かわいいね。結構かわいいな。よくできてるな。これでとりあえずオリジナルの体で VTuber になることができていると思います。というわけで今回は誰でも簡単にバーチャル YouTuber になれる方法についてやってきたわけなんですけれど、今回わざと情報を絞って混乱させないようにした代わりに、本当はいろいろもっとできることっていうのはあまり紹介できていないので、そういうのはまた別の機会があったら動画にしていけたらなぁと思ってます。なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。僕もバーチャル YouTuber やらせてもらってるんだけど、僕みたいに VTuber としてやりたい活動があるんだけど、体が用意できなくてそういう活動を始められないっていう人がいたらもったいないなぁと思ってこの動画を上げました。こうやってこの動画を見ることによって、今でも活動始められるなっていう気持ちになることによって、消えていくかもしれなかった活動が一つでも救われてくれれば個人的には嬉しいなと思います。まあ、この動画を見て活動を始めてくれた三田まさくまるチルドレンが出てきてくれると嬉しいですね。ぜひぜひ有名になって僕のことを宣伝してください。以上、三田まさくまるでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またねー。